ミュルクビズはゲルマン神話に登場する森の名前である。この名前を語源とする地名がヨーロッパ各地に残っていることから古代ヨーロッパの深い森を表す一般的な表現であったと考えられている。後世に作られた英語型マークウッドがウィリアム・モリスや JRR トールキンの創作によって知られる。このルド語のミクビザーはマークとビスアの2語から構成され合わせて 暗い森を意味する。ゲルマン祖語の語形としてマーキホ・ウィドゥッツが再建されている。ゲルマン語派やスラブ語派には暗い森ないしそれに類する表現が広く見られる。これらは総じて信洋樹林を意味するイリオムとなっており、落葉樹林を指す光の森と対比される。現在の地名としては、スウェーデンのコールモーデン、ドイツのシュバルツバルト、ウクライナのチョルネーレスなどの例があり、いずれも 黒い森の意である。神話上の地名としてのミュルクビズは、シノエッタの、ロキのコーロン、ボルンドの歌、アトリの歌、フンディング殺しのヘルニの歌その1、フロズの歌のほか個人練習、フラート島本、ヘルボルトヘイズレク王の佐賀、ブチの荒の佐賀などの佐賀にも確認できる。実在の土地を指した例としては、11世紀の歴史家、メルゼブルクのティートマルの著作に、 ラテン語系ミリキデュが見られる。ロキの口論第42節では、ラグナロクの際に、ムスペルの子がその森を通ってくると述べられており、神話上は、アースガルズとムスペルヘームの間に広がる森を、指している。また、ミュルクビズの語が、具体的な土地を示しているような場合も、その所在は資料によって異なり、それぞれ以下のように否定されている。 エルツ山地ート族とフン族の居住地を分かつ、森林地帯、マエオテアンショータクチフン族とブルグント族の居住地を分かつ、森林地帯スウェーデンのコールモーデミア、フンディング殺しのヘルギの伝説などスウェーデンの、ウプサラ南部の森林地帯スカンディナビアのどこか1888年に、出版されたウィリアム・モリスの小説、ウォルフィング族の家の物語の中に、英語化された、語形。 マークウッドが確認できる。JRR トールキンも小説ホビットの冒険の中でこの語を用いており、日本語では闇の森として知られる。トールキンは古英語の語形としてマークウッドを想定した上で近代英語型としてマークウッドを採用した。彼は孫に宛てた手紙の中でこの語が自身の造語ではなくゲルマン人の進出を阻んだ。 大森林地帯を指す原子ゲルマンの名称であり、伝説的な要素の色濃い古い名前であると述べている。五感、マーキーマイナスについては、古英語、古作戦語、コノルド語及び国初期の古行ドイツ語のみに見られるとし、派生した近代英語の古マーキーでは、陰気な、後ろめたいなどの意味のみが残っていることから、もともと黒いというよりは、暗い、陰鬱なといった意味が強かったのだろうとした。 フランシス・ジェントリは、北欧の現象では、黒い森を越えるという言い回しが、世界と世界の垣根、特に神々の国とするとの住まう日の国との境界を、越えることを意味するようになったと述べている。ありがとうございます。